香港チャンネル。はい、香港でございます。本日ゲスト高橋陽一先生、はい、また来ていただきましたと、はいはいはい。高橋先生、その昔ちょっと前に安保の本を出されたみたいなんで、おかなり前ね、それはちょっとどういう内容のものですか？もともとはね、だからアメリカに留学した、まあ、30年20年以上昔なんだけどね、はい、そこの時にやってた、まあ、一応留学してるからね、はい、研究ってのあるんだけど、その時の話を、まあ、結構中心に書いてあって、はい、それで何をで留学したかっていうと、よく言われて経済だって言われるんだけど、はい、経済で行ったんじゃないんだよね、もともとが。で、ついた先生がマイケル・ドイル先生ってんで、この人は、ね、結構、ね、素朴なことを言ってた人でね、民主主義だったら戦争しないって言い切ったわけ。はあ、いや、ちゃうでしょと、こういう例があるでしょっつったら、そうするとね、いやっていろいろ言われるんだけど、だから、それで最後は、その先生で話してるときに、民主主義は、の国同士は戦争の確率が低い。それで相手が非民主主義国だと戦争の確率がちょっと高まると、はい、で両方とも非民主主義国の場合戦争の確率が高いと、はい、ここにはデータで言えますからって、そういうふうなことを言ったら、おそれは面白いねって言って、それじゃあ戦争がじゃあ他にどういう要因でどういう要因になった時に戦争の確率が高くなるかっていうことを、はい、実は戦争データっていうのがあってね、これはね300年ぐらいのデータなんだけど、もう何百、600か700だったかな、そういうのがあって、はい、そういうのを調べると、ある程度、その傾向と、その戦争の確率が高まる要因が分かると。あ、分かると。うん、そういうのを研究した。で、それで、戦争要因が高まるのは、一番最初には、相手国が非民主主義国じゃない国は、戦争の確率が高い。はい。で、日本の前だと、例えばロシア、北朝鮮、中国と戦争の確率は高いね。高い。あとね、戦争の確率高まるのは次はね、軍事費のバランスが一緒のぐらい伸びてる時はあんまり戦争しないんだけど、はい、アンバランスになると戦争になっちゃう。なるほど。軍事費のあれが伸びが結構、どっちかが軍事費強くなったりすると、戦争になっちゃう。それあれですね、このチャンネルでもよく話してる軍事力の抑止の力の均等っていうところを、そういうことを、そうか、そういうことを本に書かれて、それを私ら教えてもらってたんですよ、ね。だから、それ本書くときに、やっぱり過去の戦争データから見てっていうので、書いてるわけ。それはちょっと戦争データの、分析のやり方って統計が入ってるから、ちょっとそこ難しいんだけどね。それとあとね、3番目はね、同盟を結んでる方が戦争の確率率が低いって、そうやつ、はい、だから強い人と一緒に歩いてる方が、やられにくいと、やられにくい、そりゃそうですよね。それでね、だから簡単に言っちゃうという話なんだけど、それを強い人と組んでとどのくらい戦争の確率が組んでない人と比べると違うかって、そういうのを計算したんです。大体どれぐらい？ 40% 50% 違うの。だいぶ違うんだよ、だいぶ違います、だいぶ違うんだよこれ。だからもう顕著に違うって話なの、はい、だからこれは同盟は組んでた方がいいと。それで私の理論は、強い同盟のほどやられにくいというか、一番強い同盟って一番強いやつと組むことだと、というふうに分かりやすく言うわけ。で、現に強くなくても、いろんな国が一緒の NATO とか。そう、NATO はでもアメリカ入ってるからね、はい、あとやっぱり NATO 全部がね、かかってやり返しに来るって言ったら、みんな怖くなるんだよ。というふうなのを、普通の感覚はそうなんだけど、日本の中で言うと、要するに同盟組むとやられる確率が、戦争に巻き込まれる確率って言うじゃない、はい、だからそれを巻き込まれる確率も計算して、でもやられない確率も計算して、差し引きでどっちが大きいですか、そういう議論。でも僕らと考え方の違う方は、うん、そういうふうにその軍事を防衛力とか高めたり、軍事力とか軍事研究とかをやっていったら、戦争に巻き込まれる、戦争に進んでいくっていうような、言うんだよ、はい。だからそれについて、でも過去のデータ見るとそうじゃないですねって、常に言うと、はい、だから あなたの言う、それにそういう人もね、そういう例を出すわけ。でもこっちはね、もっとたくさんの例知ってるから、要はもっと他に戦争にならなかった例がこんだけありますよって、そういうふうに言うためにやったわけ。なるほど。世界標準のね、その安保論がすっきり分かる本っていうのを、もう
あの教科書にした方がいいんじゃないですか、ね、これね、だから安倍さんなんかに言ってもね、これはあれだ、すっきりしてるねっつってね、ええ、これであのね、外務省とか防衛省の人にも言ってくれたんだけど、外務省の人はねちょっとダメだった。で防衛省の人はね、ほらもう合理的に数字でやるでしょ、はい、だからねすっきりしてるという、でそれ全然違和感がないって、そりゃそうだよ、世界で普通だもんこれ。まあね、あの、ああその僕我がなこのあのその外務省とかって感情をちょっと入れたりもするから、ああっていうところがあるから、それ分かりにくいと思うんですよね。ああ僕先生と喋っとって、先生となんで腑に落ちるかって言ったら、あの確率とか数字で言うてくれるじゃないですか。だってこってこんなの感情とかあれ言ってもしょうがない、うん、感情になったらその人 の, あの感覚で思想であってね、変わってくるっていうのと、うん、で僕ね、その安全保障の問題とかっていうので、その軍事力とかその確率とか強いもんとかっていうと、僕経済力あると思うんですよ、うん、やっぱり僕らがあのね、要は金持ち喧嘩せずって言うじゃないですか、うんうん、だから金あったら、やっぱり資源とか金があったら喧嘩しようと思わないって、ね、そういう時はね、だからね、資源とか金があった時に防衛力に注ぐから、はい、だからあのやられにくいんだよ、はい、だからそれでもね、資源とか金があってね、全く無防備だったらやられるよ。そうそうそう、絶対そう思うよ、ね、私は。だから金持ちでもほど実は防衛力とか強めくできるから、だから金持ちほどセコムめちゃめちゃ入ってる、ね、そうだよ。だから金持ちでセコムに入ってたら大丈夫ですっていうのを、国際関係の中でもいろんな過去のデータから見て正しいですよって言ってるだけなんだ、はいはい、だから答えだけ聞くと当たり前って言われるんだけど、その当たり前があの数字で言わないから、みんなね変なことになってるんでしょっていうふうに思うから、そういうことを数字で言うだ。それも日曜日のね朝の番組で行ってね言うてやったよろしい、ね、これに書いてあるよって話でね、これでね、私だけでやるとちょっとあれだから、海外の人も実はそういうに似たような研究があったから、そういうのを実は取り入れてやってる。すごい、そんなんを、勉強し、経済じゃなかったんですか。全然違うよ。だからこれをやったんだけど、全然何やってんのっていうと、なんか経済の話ばっかりされるし、経済儲かるから、経済の話は。だから公園でも経済の話って多いんだよ。だからそれはそれで答えるよ。でも本当は違うのを勉強したんだよね。いやでもそのね、それすごい腑に落ちました。ほんまに話聞いてて、うん、計算で確率で、ほんだなんでっていうか、民主主義国同士やったらなりにくいと。ほんだね、戦前あったじゃないですか。ね、日本とアメリカとか戦争したじゃないですか。その時日本はやっぱり民主国家ではなかったっていう。ちょっと違うね、今から思うとね。で民主国家ってなぜ戦争しにくいかっていうのも分かってて、やっぱり手続きが結構大変なんだよ、はいはい、戦争するにあたって、はいはい、勝手に一人の人が思いつきでできにくいんだよね。そうするといろんな話が出てきて、やべえ、私の話が出やすいんだよ。ああこれはあかんでと。そう、だから暴走もしにくいと。しにくい。それだから多数の人、民主主義っていうのは選挙っていうので多数の人が関わるっていうのが一番ポイントだから、はい、そうすると暴走しにくい。でこれはね、実はね、昔からね、あのね、カントっているでしょ、哲学者の、はいはい、彼が言ってたんだよ。彼が言ってて、それはどうも本当らしいっていうんで、みんなこのデータなんか調べながらやって、これだからデモクラティックピースセオリーって、民主的平和論っていうの理論になってるくらい。だからあれでしょ、民主主義ってみんなね、なんかあのその自分の意見を言えるとか言うてるけど、うん、あのごちゃ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 言うから話まとまれへんから、うん、あ時間伸びるから、その間に冷めてまうっていうのもあるじゃないですか。そうあるよ。だから戦争はあの民主国家の方がしない。それは専制主義とかね、うん、独裁主義、うん、だからトップが思い込ったらポッとやっちゃうでしょ、うん、それとは違うんだよ、うん、だからね、結構ね、こういう歴史を見てるとね、専制国家と専制国家の間ってよく戦争するんだよ、うん、これね、アジアで近いのはね、実はね、ベトナムと中国だ、うん、よくやってるの。もう年中ちょこ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 やるの、うん、だからあの、こういうのを見てると、いろんな国のデータを見るとね、いろんなことが分かるんでね。だからそれで中東もそうじゃないですか。中東もそうだよ、ね、だからあの要するに民主主義じゃないから、よくちょっかい出したりして、よくやる。だからあの、まあまあ、日本も戦国時代ってやったのは、うん、その民主主義じゃないじゃないですか、うん、殿様がおって、そうそう、殿様がゴーって言ったらもうそれになっちゃう、はい、でヨーロッパもそうですもんね。そうそう、あの王国とかね、最近だからだんだん戦争が減ってきてるんだよ、はい、
だんだん民主主義の国が増えつつあって、ええ、だん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 戦争で昔に比べたらちょっとちょっとずつ減ってるんだよ、うん、減ってるけども、うん、でも専制主義とか独裁主義の方が多いとかなってるじゃないですか。そうそう、だからあのヨーロッパの多くの国は民主主義になったんだけど、それ以外はもう専制国家たくさんあるからね、アフリカでやっぱりこれって、うん、その先進国になっていく民主化が進むことっていうのは先進国になるっていうのとも比例するんですか、うん、だからまあ、はっきり言って先進国ってあの工業が進んだ民主国家のことを言うからな、はい、大体はね。だからあの実は中国とかロシアは先進国とあんまり言わないのは民主国家じゃないから。なるほど、うん、分かりました。だから大体はあの民主主義にもバカにするんだけど、だからこういう話するとね、あのいや経済は先制国家の方があるって言うんだけど戦争しやすいぞって言うんだよ。この間ねある方がね、その経済でも伸びていったから専制主義がええんちゃうかって僕もちょっとそういうこと言うたらあかんねってあのそうそうそう、言いましたけどね、はい、そういうところで、民主主義話し合って、その時間でもう燃え尽きましょうっていうところで、ありがとうございました、はいはい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。